お、すげえわ。すげえ。それはよくひねり出したね。すげえわ。いや、そうよ。ダルジュね。俺、スフィンしか覚えてない。オムさん状態入ったわ。スフィン、スフィン。オムさん状態。こういうことをオムさん状態って言うのさ。もう決まり。どうも、なあちゃんとシーソーしたい。エンタです。なんとしても0ポイントは避けたい。アンクです。乃木どこ乃木中をもう一度全部見て復習したい用事です。それやったら最強よ。それは最強だね。それは最強。時間がないんだよな、そんなな。動画だからね。そう、でも見たいね。全部面白いだろうし、ということでね、今回3月29日に一期生ライブ開催決定しました。イエイ。キラなかったからね。めっちゃ嬉しいよ、なんか。なんか、この、今になってね、この一期生ライブっていうのをやるのね。でもきっとさ、なんか引き目とか見てさ、人数の少なさ見てすごい悲しくなるんだろうなって。パーンと抜かれた時にさ、引きで。なんか、ポツポツポツって笑うわけじゃん。だって8人でしょ。俺らが好きになった時は、まだ卒業ラッシュじゃん。そう、前。ギリ手前だったから。前だったから。今のね、3倍以上人がいたから。2列にしたら4人4人よ。悲しいよ。ユニットよ、それは。それだ、それだ。そうだ、だって俺らのこの間の定義でさ、まだこれで見てわかんない人は、まあ、ぜひ動画見てもらいたいんですけど、あ、まあ、俺らのユニットの定義10人以下にしたから、ユニットになっちゃうんだよね、もう1期生が。ということでね、1期生ライブ開催記念ということでね、クイズの方をやっていきたいと思います。みんなこれでね、1期生ライブ前に、1期生のね、知識を深めていきましょう。ということでね、まあいつもの通りテントにクイズ作ってきてもらったんで、まあ、今回クイズのねルールの説明の方をお願いします。はい、まずクイズ形式は早押しです。で、全部で15問あって1問1ポイントです。それで問題の中で回答が複数ある問題があるんですけど、それに関しては完全正答した場合は正解した答えの数プラス1ポイントで部分点も今回はね差し上げたいと思います。はい、はい、で次ありのルールで回答権が1問につき1回となっております。まあ、1問間違えたらそこでその問題にその問題の回答権は失われます。以上です。はい、はい、じゃあということでね、クイズやっていきましょう。それでは楽しんでいきましょう。はい、それでは第1問目、真夏の全国ツアー2018の自己中プロデュースでごめんねスムージーを選んだのは、はい、4時ごめんねスムージーでしょ。斉藤優里。正解。あ、合ってるか。おー、あ、OK、いい感じですね。いい感じで、はい、じゃあガンガンいきましょう。第2問目、ミスシングル気づいたら片思いは何福神。なんだろう。はい、ダンク7。違います。はい、エンター8。違います。はい、4時10。違います。正解は五福神でした。そんなに少ない。少ないんだ。五福神少ないとは思ってたんで、今より。うん、そうなんですよ。めちゃめちゃ少なかった。そんなにプラスなんとか。いや、シンプルに五福神。五福神、五人だけ福神らしいっすよ。まあじゃあ考えられない、ね、じゃあ一列目だけってこと。まあそういうこと。まあそうだよ、そうだよ。はい、続いて第3問目、フクスシングル君の名は希望のヒット祈願で討論の末にスカイダイビングをすることになったのは誰。はい、タンク真夏さん。正解。そうなんだ。マナッタンとイクちゃんっていうイメージだった俺。スカイダイビング、イクちゃんは持った後で。そう、イクちゃんは持った。何度目の青空かね。違う、あれ違うっけ。ハルジオン。そう、ハルジオン。ハルジオン。あれか、グアムだっけ。そう。はい、続いて第4問目、センターに選ばれた回数が3番目の人は誰。はい、タンク。アスカちゃん。じゃあまーす。特攻隊長みたいな。あ、そうか、センターってあれか、表題とは限らないのか。表題っすね。あ、表題で、はい、あ、意外と4時白石麻衣。もう正解です。あ、アスカちゃん多いんじゃない。もういや、え、違う。うん、
だって1位は。マイアンが、あ、そうか、あ、じゃあ、イコマちゃん。アスカちゃんって4位。イコマちゃん、ナーちゃん、マイアンだ。いや、ナーちゃん、イコマちゃんだと思う。ナーちゃん、イコマちゃん。ナーちゃんの方がいいね、イコマちゃん。ナーちゃんの方。ナーちゃん、イコマちゃん、マイアン、アスカちゃん。はい、続いて、第5問目。女子高カルテットの曲を全てお答えください。はい。はい、口約束、人生を考えたくなる、告白の順番。正解。うわぁ。4ポイントあざっす。これでかいな。やばい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 。これはでかい。やばいやばい。1ポイントでも行くべきやった。めちゃめちゃ、めちゃめちゃ。はい、来てあげて。それは。そしたら関東阻止できるしね。そう、そう、ね、それ確かに。それはでかいわ。それでかいわ。やればよかった。関東。やば。それはあるな、確かに。とりあえず1曲でも分かりゃ行った方がよかったな。妨害は確かになかったですね。戦略が生まれましたね。それでは、第6問目。頭脳王決定戦の問題で斉藤飛鳥は毛細血管のことを何と答えた。あはい、タンク焼肉。正解。あ、網でしょ。あ、網でしょ。そう、よかったね。ゼロポイント阻止や。ゼロポイント阻止。ああ、そうだね。あの、最初網、網目って言ったから焼肉って答えた。そう、そう、そう。あ、もう仕事終わったわ。おい、勝つことも疲れ、研修で。お前は頑張って。頑張った。あとゆっくり休んどけ。あー、回せろ。任した。続いて、第7問目。2013年の16人のプリンシパルは、東京とどこで行われましたか？はい。タンク。大阪。成功。うぃー、すごっ。いやでもね、俺もね、大阪からと思った。ういや、知らないけど、まあ、東京でやったら大体、いや、舞台とかそうじゃない。東京公演があって、なんか大阪公演があってみたいな。そうそうそう。まあ、名古屋か大阪あたりか。そこら辺になってくるよね。はい、続いて、第8問目。透明な色に収録されたソロ曲は何？エンター。あなたのために弾きたい。はい。はい。水一人よがり。え？正解。あ、それより？うん。うん。ちょっと。何？水様よ。水様よ。セカンドシングルじゃん。入ってないんだよ。セカンドアルバムじゃない？セカンドシングル。シングル。あ、入ってない。入ってすらない。そう。収録されてない。そういうことね。そう。第9問目。実写映画「朝日なぐ」で堂島朝日の同級生役を演じたのは誰？エンタ。中田かなと斉藤由里。正解。やばい。あざす。また正解、関東じゃん。あれ同級生なんだ、あの変顔してる人だけ。役名わかる？わかんない。正解ない。あ、そっか。そう、ないないない。そう、わかんないって答えるだろうと思ったら、あのね、聞いた。え、1ポイント入んないですか？入んねえよ。俺が1ポイント入る。問題の主催者が違っただろ今。はい、第10問目。乃木ビンゴ4の乃木坂ヒーローリターンズで深川舞が扮した、ああ、エンター、堤たまこ。正解。やったー。これはね、俺分かったよ。俺分かったよ。やったー。これは分かったよ。そうですね、オムライス戦士堤たまこ参上。いやー、よし、これ早かったね。悔しい。やったー。早いよ、分かったよ。めっちゃ好きなのに。そう、分かる。やったぜ。続いて第11問目。乃木坂ってどこの企画でメンバーが考えたオリジナルキャラクターを紹介する企画で桜井玲香が考えたキャラクターの名前は？ああ、ちょっと待って、フォルムはわかる、あのすっげえ気持ち悪いやつよ。おお、そう、気持ち悪い。え、わかんない、俺も。結構好きだね。俺もイクちゃんのとナーちゃんのしかわかんない。あのさ、意外とイクちゃんナーちゃんマイヤー。下からさ、上に持ち上げてるさ、みたいなさ、気持ち悪いこいつってなるんだよあれ。うわー。あれ。名前でしょ。名前。じゃあ、あのヒント、モチーフはなんだっけ、ダチョウ。そう、ダチョウで。ああ、名前にもちょっとそのあれが全然ピンとこない俺。めっちゃ気持ち、足だけ見たらもうめっちゃいい女ってなって、スカートから上行くと顔がめっちゃ丸くて、うわ、なんだこいつってね。分かってんじゃん。分かってんだよ。頑張れ。分かってんだよ。幼児は全くピンときてません。記憶に全くない。頑張れ頑張れ。俺もね、名前も全く分かんない。俺も名前全く分かんない。先々離脱してるからもうもはやピンとこなさすぎ。名前全く分かんない。そのキャラクターすらピンときてないじゃん。もうオムサン状態。オムサン状態。いいわ。ビジュアルのインパクト強すぎてさ。名前がかすんでる。うん、頭文字。うん。じゃあ頭文字はダです。ダチョウだからね。ダチョウだ
何のヒントもなくそんな最後最後最後、うん、あ、じゃあ最後はチェチェちょっと待って、なんかえ、ちょっと待って来た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 、あ、いいよダルチェ、お、正解、よっしゃ おすげえわすげえ、すごいよくひねり出したねダルチェすげえわ、いや、そうよダルチェね、俺スフィンしか覚えてない、オムさん状態入ったわ、スフィン、オムさん状態、スフィン、あ、なん、なん、そそう、こういうことをオムさん状態って言うのさ決まりゾーンみたいなことだ、オムさん状態、よっしゃ、はい、続いて第12問目、これが超能力研究部の3人の主題歌は何、はい、エンタ最高記念室の可能性、違います、あおい、違うんですよ、ね、終わったー、超能力研究部の3人の主題歌、いやー、わかんねー、知らない、あ、じゃあ乃木坂の歌じゃないってこと、乃木坂の歌だよ、え、そんなのあった、最高検視じゃない、違う、もう超能力って言われた、それしか出てないんだ超能力ってあれだ、じゃあ僕、頑張ってよ、絶対引っかかるやついんなと思ったんだよな、俺僕ですね、引っかかる引っかかる、はい、私起きる、違います、いけいけ、頑張れシャキーズとか、はい、ちゃいます、あ、だからシャキーズさ、あれじゃん、あのグミのさ、CM 曲じゃん、そう、それ映画のあれ主題歌しないでしょかぶせてこないでしょ、そこミンミンダハかなんかじゃなかったミンミンダハだっけ、ミンミンダハ、あ、フィットチーニはなんだっけ、フィットチーニはさよならステイビズミー、え、もその前もなかった、あ、だって、あ、わかんない、その前、それはわかんない、それだってさ、相当最近じゃん、それこそ時系列的に言ったら、ミンミンダハミンミンダハだよ、俺、だから俺シャキーズはミンミンダハ知ってたんだよ、だからそう、シャキッとしてちょうだいって、そうだそうだ、ねえ、シャキッとして、まあ、少なくても CM 曲はなんかないでしょ、確かに、なんだろうね、え、正解は、はい、正解は君の名は希望でした、あ、なるほどね、次行こう、次行こうなるほどね、ああ次行こうもうこれ当たんないよ、俺らやばいよ、多分きっと、え、そうなんだ、勉強し直したらいいよ、きっと、それだそれでは、第13問目、シークレットグラフィティの MV で井上さゆりの率いるグループの名前は何すごいところついてきたな、これ結構大々的に出てたけど、でもね、いや確かになんかいい、あの絵は思い浮かぶよ、わ、うん、かる、あの解決してる、ね、全然出てこれよ、グループが2つあって構想するっていうね、すごいところついてくんな、樋口ひなを争うやつね、そうもうわかんねえわかんねえよ、考えるのもないよな、こんな、ちなみにあの両チームとも樋口っていうのがついてるグループ名に、樋口ほにゃらら、なんとか樋口みたいな、これはそれっぽいな、なんかいかにもって感じだけどね、これいかにも、はい、4時樋口一葉、えそういうことじゃない、どういうことどういうこと、何何何何何、分かんない分かんない分かんない、もう説明が分かんない分かんない分かんない、もういいよ、はいはいはい、回答権を受けましたそれっぽいっつってさ、手挙げて何言うかなんか樋口一葉って説明が欲しいもういいよ、もう回答権映ってるんで、もうほっといてください、後でね、後でめっちゃ掘り下げたいめっちゃ掘り下げてちょっと気になるなダメかもしれはいはい、樋口ひん、樋口のひ、樋口ひぐみみたいな、みたいなって、めぐみのめぐめぐみみたいなあ、違います、なんだろうな、もっとなんかそうだよ、それっぽいのあんじゃん、じゃあ俺それで答えてるのか、と一葉が答えてると樋口一葉が答えて樋口一葉が答えております樋口ひなをお守りしますみたいなさ、そうだよ、そういう感じの、そう、そのイメージで言ったら出てくるよ、樋口一葉が痛いとこついてくるね、なんか、なんか痛いとこ疲れるね、もう触れないで、なんか永遠にいじられる、永遠にいじれる早くだから答えてよ、次問題行こうよ、もう嫌だよ、いじられる、はい、いかにもでしょ、樋口四五組、なんだ、親衛隊的なそう言われる、おー、それそれっす、あー、もう正当者なしだな、これはもうタンクの間違いですお守りするってあれじゃん、まあ、親衛隊とか、マリカの方は何だろう、マリカさんの方は樋口を愛する友の会っていう
まだだから、左右の方が分かりやすかったっちゃ分かりやすかった。タミ君の方向性は良かったんだけど、言い方が悪かったね。樋口守護組だけが。いやー、もうちょいの言い方を直せば正解だったな。ちょっとなんかヤクザっぽいんだよな、それだと。守護組とか言っちゃうと。樋口組。はい、それでは、第14問目。サードイヤーバースデーライブ第1部休憩時に披露された曲は何？これ乃木坂の曲じゃない方がそっちの方があるんだよ。2部と3部どっちがどっちだったっけっていう。大ヒント与えちゃう、うん、まずじゃユニット U は唐揚げ姉妹と乃木団。唐揚げ姉妹と乃木団。唐揚げ姉妹の方誰だよ。乃木坂の歌じゃなくて。まあなんだろうな、これはあのシングルとかに入ってないの。これはあそう収録されてない。あれかな、個人 PV みたいな。まああれだね、唐揚げ姉妹は、乃木団は全く別のアーティストの曲をやってて。はい、もういいよ、そっちは答えよう。いや、あ、違う、あ、違う、これ別のライブかも。ワンナイトカーニバル。正解。あ、合ってるか。じゃあそれで、そうで、待って、じゃあもう一個答えとくか。でもね、出てこれんだよな。とりあえず関東阻止でいっか。もういいです、これで。はい。じゃあ、とりあえず1ポイントね、ありがとうございます。どういう感じのやったかはね、同じ言葉を連呼し続ける曲だからね。あ、もう分かんないわ。いや曲はね、あれ名前が分かんない。分かんない。四字熟語だね、これ。四字熟語なんかさ、そうだよ、そういうのやってたよね、なんか、うん、適当に四字熟語言うぞ、じゃあ。そう、でも曲名をひたすら言い続ける曲。はいはい。一日一善。違います。ひたすら一日一善、その四字熟語パって言われたら、あーってなんだよね。多分あーってなると思う。締めのそか。違います。めっちゃ狙われてる。もう逃げ場のめっちゃ締めのそかって逃げらんねえ。確かに、まあ確かに周りに人いるからね。周りに四方人がいるからね。締めのそかじゃないっすね。正解は食物連鎖。そうだよ。そうだよ、そうだ、そうなんだよ。知ってる、知ってる、それ知ってる。そうでしょ、わかるでしょ。そう、知ってるそれ。それが出てこんなかったのよ。知ってるそれ、うん、これ知ってる、知ってる。あーってなるよね。でしょ、なるでしょ。ずっと食物連鎖って言ってるの。それピンときてたのよ。ただね、それがね、出てこなかったのよ。うわー、次はラスト問題。はい、じゃあね、現時点のポイントをね、じゃあ発表していきたいと思います。おっ、はい、まず3ポイントタンク。でも俺3問持ってた。うん、言うてね。やるやん、やるやん、やるやん。俺頑張った。はい、4ポイントで幼児。おー、で11ポイントでエンタ。なるほど、なるほど。まあこのまま普通にやったら、まあ僕らもう消化試合になっちゃう。そうですね。そうですね。何ですかね、例に漏れずやるか。まあお決まりですよね。まあこの間の日中でもまたやってましたし、確かに。やるかじゃ。逆にさ、誰も正当者なしの可能性もありますから。そう、このまま終わることもあるし、ね、だからまあ、まあ、最後の最後の問題の難易度に俺は期待する。お決まりのドッカーン。じゃあドッカーンやるか。ドッカーン。ぐる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 ドッカーン。はい、何ポイントですか。じゃあもう最後もね、じゃあ46ポイントで。ありがとうございます。ペース差開いたら絶対これや。もう慣れてきましたよ、もう僕も。おなじみですわ。はい、はい、じゃあそれでね、最初問題は46ポイントでいきます。はい、よっしゃ、よっしゃ、まだ可能性全員にあると。はい、じゃあそれではね、第15問目。乃木坂ってどこのハロウィン会でメンバーが仮装して一言言う企画で、ねえ打ってもいいと言ったのは誰。はい、エンタ。姫たん。違います。あー、待って。あー、待った。ねえ打ってもいい。ねえ、あー、待って。いい。やったわ。やったな、これは。やった。いや、これはエンタらしくないミスだ。エンタなら分かった。うわ、これ当てた。やった。ちょっと待って、エンタなら分かっただろ、これ。打ってもいいでしょ、もう。よく打ってる人が言うわ、もう。はい、4時。秋元真夏。違います。違うんかい。すげえ。あの、もう、なんていうの、コスチュームを想像しないと逆に分かんない。あれでしょ。これ当てたら優勝。当てたら優勝だよ。外したら最下位。それは。カイジ、カイジだ、カイジ。人生逆転ゲーム。外したら地下。地下労働で。外したら地下労働で。
タイルでいう地下労働あれだからね、もうひたすら編集で。この動画お前が作る。やだこの動画お前が全部やる。そんなのやだ。最下位の動画を編集する。じゃあ当てるしかないよこれ。負けたら手合いの犬ですよ。はい、タンク桜井玲香さん。 うわ待って、本当に言ってる。ガチ正解。よっしゃガチマジ。いや俺が思ったのっビビった。結果発表。すげえ、まあ、すごいよ。ビビったー。はい。ビビった。じゃあ、行ってってください。はい。第3位は、4ポイントで、ヨージー。あ、まあ、これしょうがない、もう。頑張った。頑張った。第2位は、11ポイントで、エンター。いや、すごい。最後やっちゃったね。それでは第1位49ポイントでいやーすげえわ。よっしゃ編集回避。最下位から1位にね。そう、ね、こういうのは人生逆転ゲームなの。人生逆転したね。逆転したよ。でもさ、あの人生逆転ゲームの話を言うとさ、あの人何回も勝って地上にいたらまた結局次の映画で地下から始まるからそういうことよ。そういうことだよ。いやでも実際多分そうだよ。多分次俺また最下位になるよ。次は近い。また地下始まりよ。じゃあこの動画を見てね、一期生のことをもっと知りたいなと思った人はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは次回も楽しんでいきましょう。